いやいや、こっちのセリフ、私の家ですよ、ここ。は？え？え？いや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 。ちょ、なんだ。何してんの？何って、ここ私の家ですよね。何やってんの、あんたたち。人の家で。いや私の家とか。いや、おかしいでしょ。なんで？私の家なの。いや、鍵だもん。私ん家の鍵よ。ちょっと。誰ですか、あなた。不法侵入。こちらこそなんですけど、ここ私の家ですし。ちょっと何してんすか。あのここ僕の家なんですよ。つまりあなたがくつろいでいるその約2畳分のスペースにも僕がここにあるんです。うるさいんですけど。リコちゃん、お待たせ。リコちゃん、おいしい？どっちかな、いちごかな、アイスかな、いちごかな。付き合ってんの？あー、はい。え、なんで？なんで？あ、いや。解いてもらえませんか？誰かの結婚式でもあったんですか？式？なん記憶にないけど。問題です。人間が本当に無になれる瞬間はいつでしょう？母さん。正解はシャンプーの詰め替えをしている時です。小太郎へ今月も家賃振り込みました。
お仕事決まるといいね。お野菜とお肉もお送りしました。失礼ですけど、いくつ？ちょっと言ってください。あれですか、未だに親が家賃を払ってる感じ。働きますって。見てくださいよ、この格好。今日その面接あるんです。おお、誰ですか、あなたたち。あ、そのくだりもう終わったんで。いや、終わってないですよ。ちょ、皆さん早く帰ってください、本当に。シャワー、ん、汗かいちゃって。ああ、ちょっと、解いてください、急いでるんで。何探したの、さっきから。封筒です。見た？知らないです。ふりすぎちゃん、後味見して。すげー、キュン、地味。なんか敷くものある？あー、はいはい。何それ？え？あ、それ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 。主役持ってきましたよ。ありがとう。ちょっと待って、誰？あ、そのくだり終わったんで。お願いします。面接ですか？やっといい仕事が決まりそうなんですよ。僕はね、いつまでもこんなとこにいる男じゃないんです。この仕事が決まったら引っ越しして彼女と結婚。彼女いんの？なんだよ、いますよ。ないですね。ん？写真。僕の顔見ませんでした？その辺落ちてないですか？ちょっと手が離せないんで。ごっくんいちご学園って何ですか？ダメだそれは、ダメだそれは、ダメだそれは。激しくポイント溜まってんじゃん。彼女いるのにこういう店には行くんだ。それはつい付き合いもあって。推しがいたわけだ、この店に。一番は彼女ですよ。彼女に番号つけたらおしまいだ。愛想つかされますよね、これ。今日から変わるんですよ、僕は。この肉どこで買ったの？うん、松山でしょ？うん、商店街の、あの公園の隣。あった？え、ドンキじゃなかったでしたっけ？うん、何、うん、ドンキ、うん、ドンキ、え、工事してますよ、あそこに。え、工事してたのずっと前でしょ？うん、え、いやいやいや、やってた。何だ？え、ドンキじゃん。え、ドンキ、ドンキだよ、すごいね。ドンキって24時間さ、やってて、いろいろ売ってんじゃん。え？なんそれ？知らないんですか？嘘でしょ？え？なんでなんで？え？とか元山って。いずれ死ぬのになぜ産んだんですか？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 いずれ産むのになぜ産んだんですか？いずれ死ぬのになぜ産んだんですか？うん、うまいね。あれ、なんか増えてません？誰が？
世話しない人だね。今日の面接で仕事決まったら結婚するんだって。はあ、私今日初出勤なんですよ、夜のお仕事。逆に私は仕事辞めてきた。今日からフリー。あら僕は彼女と2年記念でプロポーズしようかと。おお、私はちょっと言えないな。僕たちは思い出してましたよ。おかしいんですよ、この写真。おかしくないよ。何が？だって過去だから、私たち。過去かつてここに住んでた人たち。